皆さんこんにちは、エスケです。今日は春にもってこいなアイテムを紹介したいと思います。プロフィールからインスタグラムオートビルドでインスタグラムを見ていただけると嬉しいです。最近コーデでスウェットばっか頼ってて、なんかちょっと味変したいなと思って久々に引っ張ってきたのがこのスイングトップになります。これはラルフローレンのスイングトップで XL のサイズになります。スイングトップってさ、どう？みんな逆にむずくない？なんか今日コーデ組んで思ったんだけど、どういう合わせ方しても合うし、特にこの色のスイングトップとか何でも合うし、逆にむずくない？コーデ組むのちょっと普通と違うコーデ組もうと思ったけど無理でした。ヘンリーネック着てスイングトップ着るっていう結構ちょっとありきたりなコーデになっちゃった。こういう定番のアイテムって結構むずいよね。人と差をつけたりちょっと変わったコーデしようと思うと、だからもうあえて普通に王道というか普通で着ちゃいました。誰しもが一度は挑戦するアイテムじゃないかな、スイングトップって。この季節すごいちょうどいい。今日はちょっと春っぽくスイングトップとこのスガイフルの薄いデニムでコーデ組んできました。一周回ってこういう格好もいいなと思って今日はこういう格好してきました。今の時期ってすごいコーデ難しいよね。何着たらいいか分かんないし、俺も朝すごい悩みますわ。スウェットだとちょっと暑いしなとか考えたり、なんか今難しいよねコーデ。逆にちょっと夏着てほしいっていうまでもある、そうだよね。もうなんかちょっとつまんなくなってきちゃったね、ファッション。この季節のスイングトップってまあ暑くなったら脱げばいいし、寒くなったら着ればいいしっていう、ちょっと持ち運びもしやすくて、まあすごいいいアイテムだと思うんで、スイングトップもいろいろあるんで、ラルフローレンじゃないいろんなスイングトップもあるんで、色もいっぱいありますよね。色もいっぱいある。なんで自分が持ってるパンツとかも考えてスイングトップ着てみてはいかがでしょうか。コメント欄で、このいつも聞くやつ、このコメント欄に僕の好きな、僕が好きそうなやつを教えてくださいっていうシリーズ、誰もコメントしてくれんけど、もう一回聞くわ。僕の好きそうなスイングトップのブランドあったら教えてください。コメント欄で。はい。日曜日は勇気と二人で店頭にいるんで、もしよかったら遊びに来てください。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。